カンツメ説は、奄美に伝わる、島唄の一つ。完成年間、または、天保年間に実在したと伝えられる、カンツという名の美女の詩が歌い込まれている。現在でもヒゲでは、カンツの例が出るのを恐れて、夜半カンツメ説は歌わない習慣がある。奄美方言には、あいうえお以外に奏で書けない中字田母音が二つあり、また、大気の発音も、 無精子系破裂音で行われる。缶詰は国際音声記号で書くと、缶チミという発音で、缶テイメイや缶テイムイと表記する場合もある。薩摩藩政時代、奄美大島の焼けない紛リスコに、缶詰という18歳あまりの美しい娘がいた。しかし、実家の貧しさゆえ、彼女は臨村ながらの豪農のもとへ、ヤンチュとして身売りされた。 働き者で美しい缶爪に目をつけた主人は、彼女を目かけにしようと企む。一方、く時の役所に、岩かなという参戦のうまい筆子がいた。ある日、紅葉で豪農のもとを訪れた岩かなは、縁の席で、偶然に、缶詰と出会い、歌の上手い彼女と参戦の掛け合いをするうち恋に落ちる。二人は夜な夜な、ながらとく時の間の助年ネさんで、合い引きをしていた。一方、 二人の関係を知って激怒した主人により、彼女は虐待された。ようはなんだツメはあえ引きをしていたスケネンさんで、首をつって自殺した。カンツメの死後、豪能主人の家では、親族がハブに噛まれたり、変死が相次ぐなど死没落したと言われる。明治、大正期に噂歌として、周辺集落で歌われ始めた歌であるが、カンツメの死後何年か。 あとに、ながらのお宮や滝地なる人物が、この日はをツメが生前愛称していた、労働が草薙説に載せたという説がある。ツメの墓石と伝えられる場所や、主家の親類筋は現在まで残っており、研究者の間でもツメの実在に異論はない。しかしながら、歌は噂歌としての性質を持ち、実在の事件は脚色されていったと見られ遺説が多く、ツメは、 怠け者だったとも言われる。中には自殺した缶詰の例と、いつも通りに歌掛けをして、明かす夜や暮れて何時キャ夜や、民けり、花報説ぬありばまたみきおろと歌われて、ぞっとした岩わかなが上を見ると缶詰の意体があったという怪奇的なバリエーションもある。もともと愛鳥を帯びた歌であったが、1970年代以降の舞台芸能家に伴いより、 悲しげに歌われるようになっていった。以下の歌手による CD2 巻詰め説が含まれる。ありがとうございます。